視聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門旧世術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は11月27日土曜日東京11レースのキャピタルステークスの予想をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では最初に目次です。まず11月27日土曜日の暦の解説をしていきます。それから東京11レースキャピタルステークスの予想をしていきたいと思います。九紫火星っていうのは男星なんですね。火星という名の通り炎を将棋の基本としています。そこから光、光栄、繁栄、最高、名誉などの将棋が出てきますので、大レースで勝利して名誉、栄光を得るというような将棋を表しますね。ライトとか光、AC 光っていうのもありましたね。ベスト、オナー、栄光などの場名場がサイン場になりますね。あと美とか芸術、また体では目、頭、頭脳などを表すので、ビューティーとかアート、アイ、ヘッド、ブレインなどがまあサインになりますね。九紫火星には再開、久しぶりっていう将棋があって、休養明けの馬が来やすい日なんですね。かつては東海帝王の1年ぶりの休養明けで有馬記念を勝った勝利や、最近では今は亡きシャケトラの1年ぶりでの AJC 杯の勝利の日などが九紫火星の日ですね。休養明けの馬はいつもは敬遠されがちですけれども、この日は積極的に狙っていって構いませんね。次に九紫火星の色は炎の赤だけではなくて、花、派手な色相で、ピンク、紫なども表しますね。そこから3枠だけではなく8枠も暗示します。またレッドやスカーレット、ピンク、パープルなどの馬名馬がサイン馬になりますね。またこの色の勝負服の騎手とか面向などの馬具にも注意した方がいいですね。人気の馬が強い日で、実力通りの決着になることが多い日ですけれども、たまに波乱のレースになる時は最高っていう将棋から超高配当馬券のレースになったりすることがありますね。九紫火星には双子っていう将棋があって、ゾロ目はとても出やすい日なんですね。同枠の馬は人気薄でもできるだけ抑える必要がありますね。九紫火星の日の出目は先ほどの3枠と8枠に筋のサブロー9ですね。この馬番、これは16頭立てなら13番も16番も含めますね。あと6枠も含めるようにしたいですね。あと超頭リーダーっていう将棋から1枠も含めますね。3枠だけではなくて九州の日は3番人気も来やすい日ですね。あと指導者リーダーっていう将棋から1番人気もよく来ます。九紫火星の日の馬券購入の注意点ですが、九紫火星の日には勘違いっていう将棋があって、購入する前に確認を怠らず十分チェックをしないと、買い間違いとか馬番間違い、締め切り時間勘違いなどのミスが起こりやすくなる日で、自分の実体験からも購入前にチェックを十分にすることをお勧めしますね。九紫火星は初年運、中年運の星で、晩年は衰える星なんですね。そこからいきなり1レース目から的中、中盤まで好調が続いたりしますけれども、そこが実はピークで、あとは尻すぼみになる運気の日なんですね。しかし中盤までで儲かったところでやめられるかっていうと、
まあ、自分の経験からもどう考えても難しいんですよね。中盤以降は掛け金を大幅に減らすっていうのが最善策ですけれども、まあ、自分の欲との厳しい戦いが待っているっていうことですね。まあ、なんとかプラスで終わらせたい日ですね。次に六曜の友引きの解説ですね。友引きの日は類は友を呼ぶという日で、同級者同馬主の親子丼やゾロ目や二レース続けて同じ目が出たり、何事も連続しやすい日なんですね。騎手の連続勝利、固め勝ちなどもよく起こる日ですね。また友道厩舎のように友の名前の入った字に注意ですね。フレンド、フェローなどのついた馬が来たりサイン馬になったりしますね。出目ではゾロ目だけではなくて 1,2 とか 3,4 のような、まあ、続き目がよく出る日で、また続き目とも言える筋の出目ですね。イースーチーとかリャングーパーなどもよく出ますね。これらの傾向は枠馬番だけではなくて人気のパターンにも当てはまるんですね。1番人気、4番人気、7番人気で決まったりとかですね。友引きの日は、まあ、例えば1番人気が硬そうなレースであれば、その紐や3着は大体1番人気の隣の馬番とか隣枠、あるいは筋の枠が来るので、結構点数を絞りやすくて取りやすい日なんですね。それでは東京11レースキャピタルステークスの予想をしていきたいと思います。まずこのレースの波乱度予測からですね。前回予想した福島11レースの福島民友カップは軸馬が7着9着と惨敗で、38歳の吉田隼人騎手が1着で6泊金星の日らしくベテラン騎手の勝利でした。自分で解説していた6泊金星の勝利に逆らって、あえて急成長の若手2人を軸にしたのが、ちょっと肩入れしすぎたかなと反省しました。ハランドの読み自体は3連複6万で3連単41万と、あっていただけにもったいないことをしました。ちなみに東京のメインレースも43歳の松田騎手の勝利、阪神のマイルチャンピオンシップは外国人騎手で42歳のルメール騎手の勝利でしたね。今週はローカル開催がなくて東京阪神の中央場所2場所開催だけなので、波乱度の高そうなレースを探すのが大変なんですね。この東京のキャピタルステークスも、歴史が長いレースですけども、マイルチャンピオンシップ終了後のオープンのマイル戦で昔から結構高配当が出るレースという記憶があるんですね。狙っていこうと思います。明日は晴れで両馬場は確実ですね。土曜日のレース予想なので、実際の馬場傾向がわからないんですけれども、 C コースということで、先行馬が内側を進んでいって有利に運びそうな印象ですので、追い込み一辺倒の馬は苦しそうですね。連日候補馬の選定です。翌日のジャパンカップの方がどう見てもコントレールからの馬券で安くなりそうなので、前日のこのレースくらいはサービスしてほしいんですけれども、軸になりそうな馬は結構限られている感じですね。人気薄が連下に絡む中くらいの配当のレースのような気がします。この日の暦は九紫火星で、色は赤の3枠7枠が出やすい日なので重視ですね。九紫火星の日なので筋の3枠6枠と3の倍数の馬番、それから13番16番含めたいですね。友引きの日なのでゾロ目と続き枠ですね、1,2とか2,3とかですね、こういうくっつきの出目を想定して軸馬の同枠と両隣枠はできるだけ含めたいですね。戦力実績と東京コース実績はある方がいいですけれども、あんまり重視しすぎないように注意したいですね。6枠に横山兄弟が揃って入っていて怪しいですね。この両隣の枠を含めたいと思います。連日候補馬の選定です。
以上の基準をできるだけ多く満たしているまで熟考して、下記の2頭を連熟候補馬として選びました。連熟候補馬1位は5番のタイムトゥヘブンですね。中段から進めて早い上がりがつけるのが良いのと、ローテーションがいいですね。あと3歳なので筋量がまあ多分より1キロ減なのが魅力ですよね。連熟候補馬には14番のベロックス、軸馬1頭だけにしようかなと思ったんですけれど、この馬は出遅れ癖があって、もし出遅れて最高峰になっちゃったら、もういくら直線の長い東京でも厳しくなるので、こちらの14番のベロックスの方も前目から早い上がりが使える馬なのと、まあ、5歳馬を不振というデータがあるんですけれども、現在全国リーディングを争っている中内では9社なので狙っていきたいです。軸馬から流す馬の選定ですが、以下の10頭を選びました。1番のクリノプレミアム、2番のワールドウィンズ、3番のスライリー、4番のトライン、9番のエアファンディタ、10番のジュンライトボルト、11番のプリンスリターン、13番のアオイクレアトール、16番のルフトシュトロームプラスもう1頭の軸馬、以上の10頭ですね。このレースの買い目ですが、今回も3連符軸1頭流しで2ラインの馬券です。連軸候補馬からそれぞれ10頭に流して、3連符軸1頭流し10点買いで4500円、かける2で9000円の買い方を推奨したいと思います。多すぎると思われる方はどちらか片方にするか、3連複ではなくて連軸候補馬から馬連馬単の馬券にすれば投資額が減らせます。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。なお、その週に後輩とのレースが期待できないような週はお休みさせていただくこともありますので、ご了承ください。